で、ここで最終的にまとめです。で、えー、と今お話してきたこと、えっ、ー、と、h ワイ FAT、HOW、この部分については、えっ、ー、と、ここに書いているようなことをお伝えしてまいりました。で、ちょうどここからまとめで、えっ、ー、と、事例とともにご紹介いたします。で、こちらがカメラを活用した進化実装質の一例ということで、えー、一つは民生用、一つは業務用の用途、で、まあ、それぞれのテーマがございますけれども、 まず左側の民生用用途で解決のテーマ、えー、これは誰もが移動と創作の楽しみを味わえるようにしたいということを一つ挙げておりますでえっとホワイトの部分先ほどのアウトカムをここに転記しておりますけども映像表現を活用して心豊かな人生をもたらすとでまあこういったことからアイデアをいろいろとこう、あのー、議論して作ったという前提でここのファイ、えっと、ファットの部分 えとこういったアイデアを出しました。室内にいながら国内外の観光地を空中散歩して撮影ということで、であのまあ、これの技術キーワードとありますけども、まあ、あのカメラもこう人の目を超えてあのどんどんもっと高性能になって、まあ、どんどんこう小型、もっと小さいモジュールになって、まあ、そういった前提で、えー、と考えていますで。じゃあ次にこのどのようにしての部分ですけども、利用文脈のところで、 じゃあ、どんな環境というのはこれから作られていって、そこの中でこのアイデアがどう生きていくかみたいなところのお話になりますけれども、まあ、これからこのあたりはその VR とかネットワークの技術が進化して、あのカメラ付きドローンの往来というのが日常的な社会。まあ、このあたりは今、経産省なんかもこう掲げてます、こうまあ将来のこう姿みたいなところで、まあ、ドローンが当たり前に世の中を飛び回るみたいな世界みたいなと,いうところが出てますけれども、まあ、そういった中で、 カメラととドローンを組み合わせるこで、でできることいいっぱいありますす、まあ、その中の中一例ですで利用の目的としては外出できなくても旅の楽しみと創作の喜びを味わいたいと。で、ここでその利用資源ですけども、えー、と制約になるところと後押しするものがここなんか出てくるかと思います。で、一つはこう経済的資源ということで、これはやっぱり、これ、操作の端末とかサービスの費用が高すぎると、やっぱり使ってもらえないと。 でもこの時間的資源とか空間的資源っていうのは現地に行かなくてもいいし遠隔で操作できるからえと離れたところでなんか楽しむっていうことは今までよりもずっと身近にできるんだなっていうことで後押しする要因になります。で能力的資源っていうところはまあこの辺りはドローンとか飛行中のカメラの操作とかまあこの辺りが習熟が必要になるだろうしまあ社会的資源としては ではこれ離れたところで、まあ、プロのパイロット、あの米軍のこう無人機を操縦する人たちでない人たち、まあ、お年寄りとかえっと外に出れないの方たちが扱ってちゃんと本当に安全に飛ばせられるかみたいなこととか、まあ、画像の管理のサポートとかこういったことが必要になってくるなということが考えられます。まあ、例えばこれなんかもあの現実界として落としどころとしてはあの自由に飛び回るみたいなことっておそらくもう現実的には不可能かと思います。 ですので、まあ、すごく離れた日本からとのアメリカを飛び回るにしても、何か一定の範囲のところまでは自動的にこうあのドローンが操縦されていって、そこである範囲安全なとこだけで本当にこう操縦できるみたいなことっていうのが落としどころなのかなというふうに、ちょっとあのこれ作って,て思いまあの考えてて思いましたで。一方で業務用用途ですけれども、これは人手をかけずにまあ管轄エリアの無人住宅の管理を行いたいということで。 えとこの辺りは、まあ、自治体における無人家屋の管理システムということで,で利用文脈,文脈としては、まあ、先ほどからこうカメラは人の目を超えるという話をこうしておりますけれども生活環境の中であの数多くのカメラが組み込まれていく時代というのがこれからやっ,ぱりやってくると思います。で現実、今中国なんかもあの2億台のカメラがあると言われていてあの交差点なんかで信号無視すると監視カメラが見ていてちゃんと顔認識もしていますので。 えと交差点を渡って時にそのディスプレイのところにあの信号無視した人の,あの名前が出たりともすることが名前が出たりとかしてるようです。まあ、ちょっとそんな社会になってほしくないですけどもあの、まあ、そういったこういう世の中にはなっていくかなというふうに考えられます。でその中で、まあ、少子高齢化で働く人が少なくなってで人手をかけずにこうやって無人家屋を管理どうしてやっていくんだろうなみたいなことに使えるのかということでまあこのいろんなこう地域で いろんなカメラをこう、えー、と複数のカメラを設けて、そこの中でそのカメラによって、えー、と人の移動であるとか、そこの家の出入りとか、電気ついてるかついてないかとか、あらゆることを検知して、その AI でそれを、えー、と分析して、ここは人が住んでるか住んでないかみたいなことってのは1つあるのかなと思います。でまあ、その時の時利用資源としては、 まあ経済的な資源としてはシステムの導入とか保守費用とか、まあ、この辺りを適正にするということもあります。で時間的、空間的資源この辺りは先ほどのドローンの例と一緒であの現地行かなくていいですし、まあ、遠隔で、えー、と操作できるというので後押しするような要因になるかと思います。でまあ、人手もかからないかなというふうに思います。で能力的資源はまあシステムの操作とか活用の習熟。で社会的資源、まあ、ここ一番大きな特区かと思いますけども。 実際にこうカメラにこう監視されるみたいなことっていうのが、えー、現実どこまでできるのかっていうところが非常に大きな課題かと思います。プライバシーへの配慮とか、やっぱりそこで得られた情報の機密情報の管理とか、でまあ、あるあの本当に過疎の部分で、やっぱりそこまでしてでも監視、あの見ておいてもらった方が安心するよということは、ちょっと他のインセンティブなんかもあの与えながら、 ちょっと合意を得てやっていくということはできるかもしれませんけど大都市でこういったことをやるのはちょっと難しいのかなというふうなことをやっぱり考えるきっかけになるのかなというふうに思いました。まあ、以上のようなことで、えっと、ここの、まあ、表則の部分に書いてますような、えっと、要素、えー、一つのテーマに対してこんなふうな事例でやるとこんなふうな、えー、内容になってくるよということをご紹介いたしました。はいえっと、こ,こから、えっと、最終的なまとめです じゃあ成熟産業から新しい価値を創出するっていうことはどういうことなのっていう話ですけどもデジカメからスマホになる時にあたってまあカメラもいつも携行するこうスマホと合体することで利用頻度が非常に増えましたとつまりこれっていうのは異質なものと結合することでイノベーションが起きたっていうことになりますだからカメラの業界だけだけで考えてるとこういったことっていうのは起こらなかったけども違うものと組み合わせることでお客さんが がそこに共鳴してもらえたとつまり、えー、何か新しい価値を作っていくこうとをすると一、まあ、つは今までのこう既存の技術カメラの前なんかでしたら例えばオートフォーカスであるとか何かこう明るさを測るとか、まあ、いろんな要素がありますけど、まあ、それぞれについての価値があるかと思いますでそういった価値をこう分析してじゃあそこに得られる価値と,いうと何か他の業界で課題を抱えていることとそれを組み合わせることで カメラの業界の中だけでは、えーまあ、ただそれだけでの価値で終わってたことが、他の業界にとって今までできなかったことができる、つまりそこで新開値創出ができるという,ふうなことにつながるかということを考えられます。ですので、まあ、これはカメラの例で書いてますけども、いろんな業界でこういった分析ができるかと思います。で、次にあの最後ですけど、これ、本講座のベネフィットということで。 えっとこのフレームワークの活用によってどんな、えー、っとメリットがあるかということですけども、まあ、いつもと違う視点で考えるので、頭がリフレーミングされて発想が豊かになるということとか、で具体と抽象、まあ、ホワイトとファットの部分をこう行き来することで頭が整理されて、言語化もされますので、人に伝わりやすくなって理解も深まる。であとはメンバーでこう深くやっぱりそのことを会話することで互いの共感を引き出しやすくなると。でこのの講座っていうはは実はあの あるこう自動車関係のメーカーさんでさせていただいたことがあるんですけどもあのその時もあの案外あの近くに座っている方も普段どんなことを考えているかってよく分からなかったりとかどんな研究しているかっていうのをよく知らなかったりとかいう人たちともこう会話ができてそこで非常にこう発想があの生まれたなとかあのこのフレームはまたその後も使えるなみたいなご感想もいただいております。 でまあ、そんなことから公共化によって合意ケースもしやすかったりとか関係者の巻き込めが容易になるようなことも、えー、と効能としてあるのかなと思います。まあ、この右側のところにバックキャストの思考等がありますけども、まあ、結局今から、えー、とその将来、まあ、アウトカムを描くことで、えー、とどんな制約があるかというところを、えー、と見いだしていって真の制約をどうやって取り除いていって本当の目標 え将来の目標を達成していくかみたいなことまあバックキャストのえっと思想にあの乗っ取った形のこう研修になります。